はいどうも、りょうへいです、昨日ね、購入したこちら、メタニウム。これね、まあ今から投げていこうと思います。使用するロッドはワールドシャウラの1652。TN60 ですね、はい、まずはこれからやっていきます。でブレーキ設定は中は4つオンで、外部ダイヤルは6からやっていきます。うわめっちゃ飛ぶな。うわバイブレーションマグニアも完璧やな。これ次3やな。うわ巻きが軽いな。それにしてもやっぱりバイブレーションやからかな。一気に1いこう。はい次一気に1いきます。おう1はサミングスのバックラッシュすんな。やらかした。2でいきます。ほいし、おう、ああ浮くな。2は浮くなさすがに。うん。もう一回ね2でいきます。浮く浮く浮く飛ぶけど浮くね。投げてる間にサミングをこうやってしていかないと浮きますね、うん、ちょっとメカニカル調整したんでもう一回2でいきます。いい感じですね。はいめちゃくちゃ飛んだね。ゼロポジションやとこうクラッチ切った時にプルプルってこう出ていくと思うんですけど、遠心の場合僕はプルプルって出ていくところからちょっと締めて切っても動かない程度、それこれからさらに緩めると出ていくぐらいのメカニカルでやってます。だからゼロポジションから少し、まあ、気持ち締めるぐらい、スプールが動かないぐらい締めるって感じかな。でちょっとでも緩めたらスプールから糸が出ていくぐらいでいつも調整してます。今度は1もいけんじゃん、はい、1次はねブレーキ1。1は無理だな。中は3つにして、うん、中は3つにして外を4ぐらいにしてみた。そういうことやろ。あこれでもちょっとあれやな、ブレーキ効きすぎるな。3か。3やな。若干ね風あるんで、右から左に流れてる風なんですけど、まあ、投げにくいじゃ投げにくい、もう風じゃないんで何とも言えないですけど、さっきの感じで見るとこれ釣り場で触るの難儀やな。でもよし中2つの外部ダイヤル3ね。ほらあー気持ちいい。あ飛ぶわ。中2つの外部さん2ぐらいにしたらどうなるのかな。浮くけど、まあ、サミングできる人やったら別に中2の外2でもいいな。だいぶ浮くけどな。 DC みたいな親指の操作がいるって感じかな。押さえて浮いたら押さえて浮いたら押さえてって感じかな。やっぱベストは3かな。内部2の外部が3という感じですね。 TN62 14ポンドナイロン巻いたメタニウムの組み合わせですけど、これの僕がやった感想でのセッティングは中のブレーキシューが2つで外部が3、これが一番気持ちよく投げれましたね。内部を4つにすると
まあ、3で投げるとちょっとブレーキ効きすぎと。で2、1と下げていくと急激にねブレーキ性能が落ちるんで、内部を調整して外部はもう3のまんまですね。2と1はねあんまり使えないような印象を受けました。そういった場合は内部を2つにしたり1個にしたりっていう風にした方がいいかなという。じゃあ次、はい、次はねワイルドハンチですね。ラトリンのワイルドハンチ、はい、これで、内部は2のまんまでスタートしたいと思います。はい、巻き心地はね特にあれですね、バイブレーションと変わらないぐらい、剛性があるからなのか歪みが少ないからなのか、すごく巻きはクランクであっても軽快ですね。さっきね内部2の外部3でバックラッシュしたんで、次は外部だけね5に変えてやっていきます。ラインが浮きますね。この組み合わせだと、まあ、外部を5にしてもバックラッシュするんで、ちょっと内部をね3に変えてみました。で3で外部を、まあ、6段階中の5からスタートしたいと思います。ちょっとね分かんないんですけど、この組み合わせとりあえず今のところ中4の外4、中3でも4でもあんまり変わらへんような気したんやけどな。ちょっとね風が吹いたりやんだりしてるんで何とも言えないんですけど、ストレスなく使うっていう意味では中4で、まあ、外が4ぐらいですかね。はい、そしたらね次ジャークソニックのフローティング、ブレーキシューが4つの外部ダイヤルが4でいきたいと思います。めちゃくちゃ飛ぶやん。3でいこうか。じゃあ次に、あ、全然あかんね。親指乗せてももうサミングが追いつかへんね。やっぱ2と3では大きな違いがある。加減はバイブレーションであれなんであれ3やね。はい、もう一回外部3でいきます。はーい、うん、もう全然違う。3やとほぼノーサミングやけど、2やとサミングが指置いてても追いつかないぐらいか。ジャクソニックの90のフローティングにメタニウム14ポンドなんですけど、これでねちょっと気づいたことがあって、この外部のブレーキ今まあ3で使ってるんですけど、2とね3の間に大きな差がありますね。3で快適に投げれるから、まあ2でちょっとサミングしたらいけるかなと思っても、2でねサミングが間に合わないというか、投げ方を工夫しないと何気に投げれない印象がありますね。おそらくこの初速が上がったことによる弊害だと思うんですけども、3から下っていうのはすごい設定がピーキーになってる印象です。はい、で今シューは4つオンの状態ですね。はい、次はこちらハスフラットですね。これノーマルのハスフラットです。新しく出たやつじゃないですね。のリップはミドルリップつけてます。これね巻き感がすごい重いのと、まあ、14ポンドで2オンスぐらいだね、14ポンドで投げれるということで、まあ、おかっぱりでこういうローテーションもありそうなんで、これちょっとね巻き感も今回はね見ていこうかなと思います。投げた感じはそのスプールが小さいからとか、なんかそういう違和感は特に感じへんな。もともといてあっさいな、ここ巻き感はね違和感はないっすね。違和感はないけど、ちょっとバンタムと比べてみましょう。次は、まあ、バンタム装着しました。いつもねバンタム僕2個設定にしてます。で外部が3、この設定でほとんど変えずにいろんなものを投げてます。まあこれもそうですね。はい、ちょっとね投げたんですけど、やっぱりねこういうクランクベイトのようなリップ付きの巻き抵抗の大きいものはもう断然バンタムの方が、巻きが軽いです。で巻き感度もいいですね。やっぱりメタニウムだと重たいというか非力な感じで、もう巻きづらいですね。このハスプラットに関してはワイルドハンチぐらいのクランクベイトなら、まあ、特に違和感は感じなかったんですけども、こういう巻き感のね重たいものは断然バンタムですね。はい、こちらねブレーキ外2の中3、
飛距離はねちょっとデプスメーター持っていくの忘れたんで正確な飛距離は分からないんですけど、体感的にはそんなに変わらないような感じですね。ただその早巻きした時、巻きに抵抗をかけた時の巻き取りの気持ちよさっていうのは断然バンタムですね。はい、再びメタニウムですね。次スモーラバ 2.52、 これジャッカルのデッドフィンダーターのちっちゃいやつですね。これが投げれるかどうかですね。風があるから微妙やから、うん、精度は出ないピッチングは。お、ピッチング専用機か。これ、え、マジか。すごいな、この低弾道。見えるかな。そう、飛距離は出ないけど、こう近距離でこの、ほら、すごいな低弾道。全然浮かへん。あ、なるほどね。ほら。うわ、あ、これピッチングで余裕で投げれるわ。あ、すごいな。スモラバ 2.5 にデッドフィンダーター。この組み合わせね、オーバーヘッドキャストはまあちょっとね向かい風なんで何とも言えないんですけど、ただピッチングで10メーターぐらい、5メーターから10メーターぐらいの近距離をピッチングでやる分にはもう低弾道でズバーンと入るんで、すげえおすすめ。びっくりしたね。ベイトフィニスにはやっぱかなわないですけどね。これ1本しかないときは、まあ、これぐらいやったらピッチングで全然投げれますね。脳進化のシャドーテールワン、これもねちょっと引いてみたいと思います。これね、やっぱね、巻物というよりそのノーシンカーとかその巻き抵抗の軽いもの、ペンシルとかさ、ミノーとかもそう、バイブレーションとかそういったものを巻くのにはいいかな。あとは打ち物、低弾道でバサバサ入っていくんですごく扱いやすい。そうです、釣りのスタイル的に12ポンド14ポンドを多用する人やったらいいと思います。